松江市の天神町商店街。あれ、なんか面白いものがありますよ。うわ、懐かしい、ミグ二十三のプラモデルだそうです。これは、どういうわけなんですかね。ちょっとお店の中に入って、聞いてみましょう。千八百八十四年創業の老舗。中村チョフの店頭に、いくつもプラモデルが並べられ、値札がついています。 こんんにちは、すいませんなんか表にプラモデルがたくさん売ってあるんですけどこれはどういうわけなんでしょうか <laughs> 私の趣味でしてね <laughs> 中村茶穂の中村久男社長子供の頃からプラモデルが好きで店の中にも作品が飾ってあるほど店頭のプラモデルはコレクションの一部だといいます大事な宝物を手放すそのわけは 実は一部屋はいっぱいになってますんで、まあ、線はあるんかな。<laughs> ちょっと奥さんがですね、あ,のあなたが一生かかっても、このプラモデル全部作れないよねって,言ってね、すごい皮肉を言われましたですね。長年買い集めたプラモデルが部屋に積み上がっているとのこと。<え> <laughs> 飾るとがないんでで箱に入れて作っったやつをしまっちゃうんですが 作る方もさすがの腕前の中村社長ですが、仕事が忙しい上に奥様の指示もあり、2年ほど前から格安で放出することに。時はまさにコロナ禍で自宅でできる趣味がないかと思っていた人たちやレア物を探している人たちが買っていくようになりました。これモノ,モノグラムってこれはアメリカの会社ですね。これもなかなか今もう売ってない 当時輸入品ですから高いですよね、うん、まあ、でも負けなしのお金を <laughs> 食べてやったと膨大なコレクションなので品切れの心配は当分なさそうですが逆に販売を知ったプラモ仲間から寄付も来ているといいます 自分たちももう作らなくなったからといって持ってきてくれたりそっちであの仲間がいっぱい今できたりなんかしてですねまた違う人間関係ができちゃったりしてるんで、はい、人生って面白いいと思いますマニアたちの長年のコレクションが中村茶穂を通して今後もどんどん放出されていく模様皆さんも松江でお宝探しはいかがでしょうか